9月21日、渋谷区にある上原社会教育館で啓発言葉について考える講座が開かれました。これは渋谷区を中心に多彩なジャンルの講座を開催する渋谷大学が主催となって行っている講座です。この日は特定のメッセージが込められた造語などを指す啓発言葉について考える講座が開かれました。啓発言葉というのは主に労働のジャンルで使われていまして、で、当て字をすることによって本来の語義とは別の意味合いをその言葉に持たせると、そういう営みによって何かしらの意図を伝えやすくするというような効果を狙っている言葉になります。講座では人材と読む4つの単語を並べ、財の漢字を変えることで意味が変わるという説明がありました。トラブルメーカーかもしれないんですが、こういうことなんですか。ただ出社するだけで何もしない人。講師の解説の後、啓発言葉について話し合うグループセッションも行われ、言葉の使い方や正しい知識を身につけるなどの意見が出されました。やはりモヤモヤしている人が思いのか多いんだなというのが納得できた部分であり、またそれに対してどうしていったらいいかというのも、皆さんの議論であったりだとか講師の方から傾向というのを教えていただいたので、ちょっとすっきりしたかなというふうに思いました。初対面の方とお話ができて、で、いろんな価値観というかいろんな意見があるということが非常に新鮮で刺激的でした。こちらです。